お疲れちゃんです。ラットです。今回もですね、もうまたまたやばい実況を見つけたので、はい、そちらをね、はい、紹介したいと思います。で、それがですね、こちらのペッカバルーンのフリーズなんですけど、それのミラー入りの4スペってことで、もう、はい、見たままのやばいデッキなんですけど、これがですね、どっかにあったんすよね。ちょうど TV に乗ってた気もする。あれ乗ってないか、乗ってないのかな、あれ乗ってない、サダ乗ってない、いや、どっかで乗った記憶があるんですけど、おや、まあいいや。はい、ということで、このデッキがですね、今どこだ、あれ待って、いない、今落ちちゃってるんですけど、これマルチで当たったんですよね。これだ、ノバアイビーンって人。これ昨日この人なんか世界5位ぐらいまで、そう、やば、6028だから、はい、もう世界今4位とかまで行ってったんですよね、このやばいデッキで。っていうのでね、はい、こちらを今日は使いたいと思います。やばいデッキですね、マジでやばい、単純にやばい。これでこの世界4位とかまで上がってるのが単純にすごいですけどね。はい、ということで、これ守りカードがなさすぎるんですよね。メガゴフキアとペッカだけで、あとはもう基本スペルともう攻めとかしかないんで、あー、やばい、攻めすぎた感があるんすけど、あー、まあね、はい、これ吹き矢処理できるからいいとして、まあ問題がないなんですよね、これ。本当にカードの回し方がよくわかんない、むずすぎ、マジでむずすぎ。だから、これ吹き矢でさえも冴えていいのかなみたいなになっちゃいますよね。まあいっか、はい、でコウモリやった、あー、相手枯渇系ですね、ギャングコウモリ、スケバレとかかな、吹き矢。あ、ペッカー、ペッカ枯渇。はいはいはい。アウトロー入りのやつですね。いや、ちゃう、なんかよくわかんないや。まあ、コウモリだよね。っていうので、さ、これをどうやって攻めるかなんですけど、まあ、このミラーがあることによって、まあ、何でもできちゃいますよね。2体バルーンで行くこともできますし、フリーズをすることもできますし、まあ、正直あのミラーがあることによって無敵みたいなとこはあるんですよね。これもうだって、あー、届かない、あー、これはいいや、一回我慢して、これアウトロのガールを誘拐して OK、 はい、まあ、大体ここギャング防衛ですね。とりあえずギャングにまあザップって、あれ、やばい、しゃしゃった、出てこなかった。まあ、これミラーをですね、まあ、ミラーの使い方ですよね。これはどう使っていくか。これでもな、コウモリ来たらトルネでいいや。あー、これやばい、あー、やばい、これやばい、これもうやばいから、どうにかねクロスを壊さないといけない。さあ、これどうやって勝つんだけど、勝てないこともなさそうなんですよね。どうやって勝てばいいのか分かんないんですけど、2メガゴとかかな。いやー、こうしんどいな、これ。2メガゴの、あ、これ惜しい。これさてはあるよ。あー、いや、メガゴやっつける。OK。今相手アウトローしかない。あ、でもテスラのもあるから。テスラもある。とりあえず吹き矢出して、なんじゃこりゃ、待って、これだって相手クロスを行かれたら、まあ、ペッカ受けしかない。でもう一回2メガゴをやるか、多分2メガゴ最強みたいなとこはあるかもしれないですね。でこれコウモリ来たらザップ打つんですけど、相手がファイブボーイとかしてきたら別、よいしょ。これザップ使ったらダメだったのかな。まあいいや。これはハシマイペッカで、
ペッカバルーン完成で、フリーズもある。で、これ吹き矢で、あれ処理して、お、あるよ、あるあるある。これだってフリーズして、あ、からもう一回フリーズ、もう一回フリーズ、もう一回フリーズ、あるある、あー、ザップができない。惜しい。いや、待って、これもう一回。吹き矢。君は優秀、優秀。OK。OK、OK、来た。これもう一回バルーン飛ばせる。いや、もう一回バルーン飛ばしたい。ん？あ、相手焦ってる、相手焦ってる。はい、もう一回バルーン。気持ちね、気持ちバルーン飛ばす。オッケーオッケーオッケー。で、これで爆破入れば勝ち。よいしょ。はい。オッケー。なんだこりゃ。まあ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 。まあ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 。はい。っていう風な感じで。よくわかんないですね。こちら。よくわかんないんですけど。うん。まあ、でもこれで、実際勝ててますからね。よろしくどう。はいはいはい。で、問題が守れないから、このデッキは。このデッキを使おうと思うなら、守れないから、もう攻めるしかないですね。はい。守れないんで、もう攻めて、こっちがサンクラ落とす感じかな。バルーン、バルーンとか。これ三種が多分、ガガゴ群れ。あー。出たー！ライドラ三種。これはもう、はい、今の間に落としておきたいです。っていうのでフリーズして、あー、これザップ打ったら入ってたかな、もう一発。いやー、つらいつらいつらい、うわ、つらいつらい。あー、これ完全だ。あー、これディガーもない、ディガーもない。これをどうしろって言うんだ。これね、だってこれアイゴレで、あー、終わった。アイゴレかなんかで釣られて、まあそうなっちゃうよね、そうなっちゃうよね。これはですね、無理だ。一つ言いたい。これは無理だ。これもう許容して。あー、これトルネですか。OK。まあ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 ね。はい。あと700を耐えたいんだけど、多分無理なんですね、これは。これ、あー、美味しい。これ、吹き矢で。いけ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 。持ってけ、持ってけ、持ってけ。早いな。でもこれ、いやー、やんちゃかな。さすがにやんちゃか。相手、ユニットルくらいでカウント受けるから、これは、わかりました。左側の700はどうせ守れないから、右側形作って、サンクラ降りに行くか、2体目ペッカとか、ワンチャン。2体目ペッカ間に合わんか、これ。無理だった。さすがに無理だった。あー。いや、これでも、これ、すると、やばい、ライドラがやばい。ライドラ無双される。いや、もうフリーズしちまえばいいか。ね。何が来てもフリーズで。よいしょ。はいはいはい。で、これトルネで全部吸ってあげたら、これ三次処理できて、ん？歩く？待って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 。おや？ほら、ほら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 、なんかすごいこと起きてる。なんか起きてる、なんか起きてる。はい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 。はい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 。あ、惜しい。待って、これペッカ殴らんかな。やばいやばい。勝てそう、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 勝てそうなんだけど、戦い方がわかんない。戦い方がわかんない。まあ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 、ここはね、三式来たらフリーズで固めてあげて、来なくて、OK。あ、やばい。行ってー。オッケーオッケー。まあまあ、あ、ペッカーお前先に行かないで。でこれさ、バルーン出してフリーズしてたら終わり。あ、ここで吸ってあげて、はい、これが本命で、これ問題が逆サイが怖い。あー、やばい、負けそう、負けそう。待って、待ってよー、これ勝ってそうだったのに。いや、まだ参る。まだ参る。いや、まだ参る。マジでまだ参る。やっぱり陸いね、陸いね。あー、無理だ。はーい。そうなるわ。そうなりますね。そうなりますけど。まあ、そうなっちゃうよね。そうなっちゃうよね。
でも可能性がないことはないということを僕は今思いました。はい、ということで本日ラストですね。これな、このデッキな、さすがにやばいわ。なんか使いこなすのにめちゃくちゃ時間かかりそうな気がする。よいしょ。でも意外とバルーン2体とかの方がいいのかな。これ多分あれ釣られない、この1個後ろのね端に出すと釣られない。なんかトリネがあるかな。あー、なるほどね、そういう系な。これな、でもメガゴ出したらな、メガゴでいいよ。ミラーメガゴしたかったんですけど。はい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 、まあ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 、このねちょっとぐらいのダメージを許容してからの、はい、これでペッカー出して、おお、ディガー読みじゃないんですけど、あの普通にこのパピーのターゲットをペッカーで取ろうとしたらたまたまですね。はい、必殺カウンターで、これ2体ペッカーでワンチャンカウンターするのもありなんですけど、あー、それは困るんですね。あー、やばい、やってる。結構多分ラバニア強そう。吹き矢とメガゴとミラーあるんで、これのカウンターでバルーン出してフリーズしちまえば多分相手は終わりだ。あー、おいおいおい、やばい、オッケー、これは完璧なフリーズなんですけど、ここのカウンターが多分止めれないみたいなところ。あー、やば、強いなライドラ、やばい、うん、それやばい、やばい、それ持ってくれるか。はい、終わった週やばいんすけど、言うてまだこっから参りますね。ってことで頑張りましょう。でこれは相手が多分めちゃくちゃ許容してくるとしたら、あー、許容してこないのね。ザップって入る。はい、問題はこっからこのライドラの後ろになんか来たらやだ。よし、来た。吹き矢で止めて、これ、あー、これトリネプラスザップで処理したかった。オッケー、待って、めっちゃいい棒やね。カウンター。あ、おいしょおいしょ、相手今ライトニング使った。はい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 、来た。これトリネ打って、もう一回フリーズ。早く。待って、マジで。奇跡ある。はい、もう一回フリーズでメガゴも入る。はい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 、からのここをあえて許容して、あ、ディガー来たからまあ守るで、吹き矢で攻めて、はい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 、からのこれはどうしたらいい。これはペッカだ、相手陸がボスギしかない。でこっちにバルーン出して、あ、であそこにボスギ使うしかない。はい、お疲れ、あ、お疲れちゃん、お疲れ。はい、フリーズ。はいよ、もう一回フリーズ。やばい、勝てた。これはでかい、これはやばい。これに勝てるのは熱い、マジで。このラファデッキも最近めちゃくちゃ流行ってるやつ。さては、強いのかもしれない。はい。かな。まあ強いかは知らないんですけど、こちら。ね、まあやばいですね。とりあえずやばいしか出てこないですわ。はい。よくればね、こちら。この変なデッキで、世界4位とかまで行ってたんでね、あの、こちらの方が。どこだ。はい。なんで、皆さんもぜひね、使ってみてください。ということで、今回は以上になります。お疲れ様です。